こんにちは、シーバードです。今回は BC リッチの木琴バード USA とコリアをですね比較してみたいと思います。こうやって遠目から見ると USA もコリアもですね非常に美しい見栄えですね。さすが本家 BC リッチの木琴バードです。で、この USA の方はですね BC リッチの木琴バード SL、 そしてこちらのコリアの方はST という機種になります。お値段的にはですねかなり差がありまして、50万円以上ね違います。まあ、それだけ値段が違うということはやはりですね木材であったり作りであったりピックアップであったりスペックの部分で差があるということです。では寄って見ていきましょう。この辺のコントロールに関しては同じですね。ただ SL の方はこの辺が全てダミーになっていて、ボリュームとトーンとトグルスイッチのみが稼働するようになっています。対して ST の方はフェーズがついていたりして全ての機能を使用することができます。続いてピックアップなんですけれども、 USA は弾管のものがついていて、コリアは弾管デザインのピックアップがついております。以前ですねこのコリアのレビューも上げているんですけれども、弾管デザインもですね実はかなりいい音します。こちらの USA の方はもちろんいい音がするんですけれども、この音の違いの部分はですねやはりですねボディ材の違いっていうのは大きいと思います。 USA もコリアもマホガニーバック、メイプルトップ、使われている木材は同じなんですが、マホガニーの質であったりメイプルの厚さであったりそのあたりがね全然違います。そして USA はですねネックがマホガニーなんですけれども、こちらの ST 韓国製の方はですねネックがメイプルになっております。なのでメイプルがここに通っていて、ウイングでマホガニーバック、メイプルトップという風になっています。メイプルの厚さがですねどれぐらい違うかご覧いただきます。こちら USA です。非常に綺麗なツートンカラーになってますね。ここからがメイプルとマホガニーの分かれ目になってます。そしてマホガニーがそのままスルーネックになっているというこの美しさ、木目も非常に綺麗です。続いて ST なんですけれども、このメイプルとマホガニーのツートーンのカラーが見えないですね。なのでかなり薄めなメイプルが表に貼ってあるというふうな感じだと思います。裏をご覧ください。綺麗なスルーネックなんですけれども、ここにメイプルが通ってるんですよね。そしてウイングでマホガニーという風な感じです。こちらもですねかなりしっかりした作りになっていると思います。そしてブリッジはどちらもフロイドローズになっていてロック式です。引いた感じだったり持った感じのイメージとしては、こちらの USA はですねネックもマホガニーなのでちょっと柔らかい感じがします。温かみのある感じですね。逆に ST の方は若干硬い感じがします。そしてネックがですね若干幅広いんですよね。これはどちらともですねヒデモデルの木琴バードと鳴らし比べ動画上げておりますので、ぜひぜひそちらもご覧いただきたいんですけれども、この本家 BC リッチの USA とコリア、これもですねこれからお出ししていきます。
Thank you.